衆議院議員選挙が今日公示され、二十七日の投開票に向けて、十二日間の選挙戦がスタートしました。深い反省の元に、もう一度新しい日本を作ってまいります。この国の独立と平和を必ず守り抜く、新しい経済対策を。打ち出してまいります。国民は一円たりとも税逃れはできないんですよ。 脱税もどきの行いをやっていて、処分なしなんですか、自民党政治に決別しようじゃありませんか、皆さん。自分を利して、身を切る改革をやって、政治とお金の問題、これ、もっとクリーンに、もっと見える化をしていいかなななければならない政策を進めることができるのは、どの政党、どの連立なのかと。 豊富な実績と経験のある自公の連立政権しかない軍事費2倍をやめて、社会保障、教育の予算を増やす、日本共産党がどうしてこそ、暮らしも経済も希望の道が開けるのではないでしょうか。裏金問題に決着をつけることを訴えるとともに、減税。 社会保険料の軽減、電気代の引き下げによって、あなたの手取りを増やす、国民を救う政治に大転換していく、消費税の減税、そして季節ごとの現金給付、また社会保険料の引き下げ、この3つをしっかりと求め、国民生活を救っていく衆院選にはこのほか、社民党、賛成党、みんなでつくる党も候補者を擁立しています。

事故を過半数割れを目指していて与党で233議席を維持できるかが焦点です。